えー、公民館プラジュプレゼンツプラジュ TV、えー、金曜日,、えー、今日もですも、ね、始まりました、えー、毎週金曜日は持ち込み企画ということでさまざまな企画取り組んでまいりたいと思います、えー、本日ですね、えー、進行いたしますのは私公民館プラジュ SEO 佐藤でございます、えー、よろしくお願いいたしますというか結構準備バタバタしててですね、えー、ちょっと進行が、あのー、非常に 大変あたふたしております <laughs>。ですが、えー、サクッと、えー、進めてまいりましょう、えー。本日の企画なんですけれども、えー、タイトル、えー、第1回おでんサミットということで、えー、お届けしてまいります。 えではその企画についてですねえ公民館プラージュ館長である川内さんからですねえ説明をえしたいと思います川内さんよろしくお願いしますはい、えー、声だけで失礼します皆さんこんばんは、えー、公民館プラージュの館長の川内ですお世話になります、えー、第1回おでんサミット in 公民館プラージュということで今日はお届けしたいと思うんですが今映っている画面ご覧ください、えー、ここにですね1,2,3 4つ、はいえー、4つの会社の、えー、ロゴが写ってますが、はいえー、別に営利目的ではないので、<laughs> えー、ここを、ね、<laughs> ちょっと勘弁していただいて、えー、今日はここの4つの普段皆さんがお使いのコンビニエンスストアのおでんについて、えー、ちょっと、えー、調べてみたい、調べるということすが、ね、まあ、なんともちょっと意味深なんですが。<laughs> どんな調べなんでしょうか。えー、この四社。アンイレブン。<laughs> アンキョロキョ。ああ、はいはい。うん,ん,ん、うま。ああ、そう。ですね。えー、ここで分かりやすすぎますけど、ね。ええ、この四社なんですが。えー、これのおでんをそれぞれ。ちょっといろんな見地から。検証してみたいと。 いうことですただ、えー、今日お見せするのがすべてではないということをあらかじめ皆さんの方にお断りしておいて先に進みたいと思うんですがはいどんなじゃあ内容でしょうかまず第1回おでんサミットでこんな資料を作ってみましたこれは今年度各社が用意をしている自社のおでんについてのなんですか PR ポイントです。おおなるほどはい、えー、まずこれ、えー うん、イレブンさんなんですが未凍結のカツオを使用しているこれだしにこだわっているということが表れているははいい製法にこだわるほほほ実はこの後に説明文があったんですがえ忘れてしまいましたので次いきますえ荒節枯節を使いさらにうまみが向上さあここでうん ご理解いただけるのがセブン‐イレブンさんがこだわっているのはだしですおなるほどだしうん,うん、うんえー、今日ある店舗に、えー、ご相談さしあげました、うん、今回セブン‐イレブンさんは新しい具は何かございますかという話をしましたら、うんえー、特に新しい具はございませんただそれぞれの具にいろいろな手を加えてほうほう。 昨年よりもさらに美味しくなっている、うん、こういうお話がありました、うんえー、それに私今日調べてびっくりしたのがですね、えー、地域ごとの特徴を見てください下の方にございますちょっと見づらいかもしれませんが各地域ごとに出汁の味を変えているお地域ごとに違うんですねこの辺がまあ多分おそらく各社そういうところはあるかもしれませんがホームページ上でアピールしているポイントはここということになりますさあ続いて出ました <は>えー、黒塗りになっている目なんか左下になんか見たことあるようなのが見えるんですけどえっとエフェタっていうはああはいはいはい、えー、某あの新潟県出身の有名な漫画家のねはいはいはいえー、<laughs> あアーツかエ F ジオさんっていう方が書かれた漫画なんですが今回出ていますサークル K さ、うんサークル K さんの、えー、おでんのこだわりここは読んでみましょうか おいらの大好物、サークル系サンクスのおでんを紹介するぜ。つゆはこだわりの日高昆布。鰹節、煮干しの3種類の出汁を地域ごとにブレンドしてるんだぜ。あ、ぜ、ねえか。ないないない。よ職人技だぜ。具は大根こんにゃく卵ちくは他にもいろいろ。そしてもちろんおなじみ、ちびたのおでん。 チビタのおでん、一体どんなおでんなんでしょうか、この漫画をご存知の方は、かなり年齢が上の方だと思いますが、ここで、ですねこのチビタのおでんというのはどういうものか、実は後で出てきますので、じっくりとご覧いただきたいと思いますが、毎日食べても飽きないサークル系サンクスのおでんだぜい、テヤンデイ、テヤンデイですからね、江戸っ子ですね。 もう、なんかいきなりなんかもう、僕、ビート、あの、何々さんを思い出してましたが、ってんで、みたいなね、<laughs> あの思い出しちゃいますが、えー、これがサークル圭さんの今年の、うん、え、セールスポイント。続きまして、ここに出てきましたのが、ファミリーマートさん。もう言ってるし。<laughs> ゆっちゃんた、言っちゃっ <laughs> え、ゆっちゃまずいのいや,いやいやだってさっきから、うーんとか言ってたらい,いですか、ね。あーあ、ゆっちゃんだ <laughs> ファミリーマートさん近くにもありますのでぜひコミカの近くにあるファミリーマートの、えー、方ご覧になってたら、えー、ぜひ今度行った時に心付けかなんかいただければと思いますが「<laughs> えー、飲んでおいしいおでんのつゆ」地域ごとの風味を生かしているのがファミリーマートのおでんのつゆこれが飲んでおいしいつゆの証なのですどこかホッとするようなおいしさは深い 味わいが特徴全国を4地区に分けてそれぞれの地区に夏湯のレシピを採用その地域になじみの深い醤油やだしを使うことで 親しみのある味わいを出しているのですと書いてあります。えー、決して漢字が読めなかったわけではございません。今、モニターを見ながら、潰れている字を読んでしまったので、こんなふうになってますが、えー、決して漢字が読めなかったわけではない。うん、ということだけを、えー、振り仮名振ってなかったですよね。ああ、そうですね。はい。そして最後になります。えー、ローソンさんです、えー。ここは具にこだわっているよということをページ上でアピールされています。味に自信。 大根、卵、なんと卵はあの、あれですよ、ドラン光おうおうおう。なるほど。いヨードが入ってるんですほ<う>で。なおかつお値段がすごい。90円。うん,うんうん。円。うん。ローソンファーム大根。ほう。こだわりの大根を使用されている。ほうほうほう。このお値段がなんと75円。ほう。すごいですよね。卵90円。うん 坂東、ね、エイジがいつもローソンさんに入ってそうな感じですけどお、ね、姉ちゃん、卵くれみたいな感じで入ってそうな気がしますけど<ー>、えー、そしてローソンファーム大根、えー、これもこだわりの有機農法でしょうかね、えー、下に書いてあるんですけどちょっとごめんなさい見えないんです、えー、これホームページ上で見ていただくと動画で配信されていますので、うんえー、クリックしていただければ見ることができるということになりますさあ今日実はこのおでんサミットイン えー、公民館プラージュの第1回目チェックポイントというのがございます、えー、このチェックポイント何を一体見るか香り、うん、だしの香り高さ、うん、こうパーッとに匂いが来た時に食べたいなーっていうその食欲をそそるこういうのが、えー、おでんから感じられるかそれからだし汁ですねこのだしへのこだわり それぞれ今、えー、ホームページから読み取るところによると、すごく皆さん、だしにこだわってられる。うんうん、その、だしの味はどうなのか、うん、そして、色はうん。色ですよ、色。色。ほう。これ、比べたことありますかまあ、まずくら、比べないですね。これを今回ですね、初めて、うんえー、プラズでは挑戦してみようということで、<laughs> えー、比べてみようと。<laughs> 一体どうやって比べるんだろうと。うんえー、そして、だ、え、し、ー、の香り。 これは上の香りととも一致すすると思います具のクオリティ出だしの染み込み方は、うん、そして最後です総合的なバランス、うん、これはすべて含みますよね、うんえー、多分おそらく皆さんコンビニに行ってコンビニの、えー、店舗に行った時にですねいろいろなからしだったり それかからなんかあの地方によってはかつお節をかけたりとかねおでんにするところもあるようですし柚子胡椒ですかねそれを使うところもあったりでなおかつあの味噌をつけたりとかえこの間あの第1回おでんサミットありましたよね、実はねこれパクリじゃないですよ、え真似しただけですから分かかったんですえあのこの間行われたんですおでんサミ全国おでんサミットフジテレビのですね朝の目覚ましテレビでも放送されていたんですが。 えその時にいろんな地域のえおでんを紹介されたんですねただえ今回そんなね地域なんてそんなそんな広いとこ僕には見えないだから本当に身近にある普段どこにでもあるコンビニエンスストアのおでんを比べてみようなるほどですこれが今回のこの番組のコンセプトということになりますさあそれではえカメラを切り替えていきたいと思うんですがえー こっちのカメラがいいかな、えーい、ちょっと下げていきたいと思います、ね、ちなみに、ですね今、ソーシャルストリームで、ですね、えーえー、某ブブヤさんが、まだ飲んでないのと書いてましたが、あ<っ>飲んでます、<laughs> それ言っちゃっていいのかな、あのー、飲んでないはずがないじゃないですか <laughs> さあ、それじゃあ、ご覧いただきましょう、この、なんでしょうか、この絵。<laughs> あの隣にお菓子見えますけど、気のせいですね、それは。あの、それはね、あの、これまでに至るまでの、うん、その残骸ということですね。<laughs> 残骸 <laughs> <この S 1>、えー。えさあ、ちょっと見えますかね。ちょっともうちょっと寄りたいんだけど、ダメかな。うん、このぐらいですね。このぐらいがいい大、大体これで大丈夫ですかね。えー、それじゃあちょっと前よぎります。すいません。えー、まず、ここご覧ください。それぞれ4社の出汁を揃えてみました。この、 ケースに入ったこのご覧いただけますか色が分かるようにですねわざわざ後ろに白抜きというこういう細かいこの細かいって倒れてるあ倒れてない<や>さあちょっとご覧いただきましょう、えー、佐藤さんライトをいただけますかああライトですねはいはいはいここでですねはい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 は はいえー、LED の56灯付きライト、今あ、おいくらでしたっけ、4000円かけるぐらいの値段で購入できるで、完全知識なんですが、すねえー、ちょっと今、光るので、上からやっていただけるとありがたいです、ね、さあ、こんな感じですかね皆さんわかりますか、この違い、僕には全然わかりません、<laughs> いやなんかこれ、あれですよね、なんか朝日が朝日浴びてるみたいな感じですよね、えー、私には、ですねこの各社の出しの違いが全然理解できません。 どうですか,か皆さん分かりますかちょっと、えー、それではこれがですねいや今持ちましたねあこれ違うなこの隣です、うん、あっファミリーマートさんの出しがちょっと他のものと比べると濃いんじゃないか、えー、こんな感じで、えー、出てますが、うん、濃いんじゃないだろうかという今ご指摘がありました、うん、でもローソンさんもちょっとあれですよね若干色が若干色が濃いかもしれませんで3が出てうん ローソン3の3分が出てる、あのー、ただこれ一応米印つけて店舗により若干の違いがありますって書いといた方がいいですよねそうですね <laughs> さあえー、問題はこの色今こう見てみてると、えー、比較ができないぐらい皆さんのこの澄んだこのおだし汁にこだわっているということなんですね、うんえー、ご覧いただくと分かると思うんですが <laughs> ライトの当て方によって色が変わってるような気がするな気のせいだろうかう <laughs> まあそれは間違いないですね <laughs> 濁りがないんですすべてのこのおでんのだし汁見てください りがありません、うん、ほら、わ、うん、かりますか、不人物というか、<laughs> はい、いろんな出汁が入ってる時点で、不人物と言うんじゃないでしょうか <laughs>、えー、こんなふうにですね、すべてのお店がこんな綺麗な出汁汁にこだわっている、それから最近のこだわりの一つとしては、えー、もう一つご覧いただきたいのがあります、ちょっと前と寄りますね <laughs>、はいえー、カメラの方をちょいといじらせていただきますので、揺れますが。<laughs> えー、その間ちょっと皆さんご勘弁ください、うん、はい出ました実はですね出ましたってボケてるボケてるあボケてるボケてる <laughs>、うん、あボケてるあボケてるはいはいはい えー、今日、えー、ご紹介したいのはこのですね、わかりますか、各社が今までおでんというと大抵がからしだったんですけども、新しい、えー、その薬味をつけ始めました、ローソンさん、見てください、これです、洋風おでん用トマトソースです、完熟トマト仕立て、こんなのが今ついてるんですね。うん まあ、昔おでんにこんなのかけてたらお前はあ赤毛のアンカとか言われましたよねそれは言われないああそうですか <laughs> そそれれは言われない、えー、そしてセブンイレブンさんはオードソックスですあオーソドックスです、うん、あでもカラシしかないんですって言われましたんで一応念のためああなるほど、えー、え<っ>もしかすると他にもあるかもしれないですが、うんえー、本日のけ、えー、お伺いしたところではこのカラシだけだったということになるんでしょうかねははい、はいそして えー、その次のファミリーマートさんファミリーマートさんがすごいんですこれです「ドン」味噌、うん、おでん用の味噌だれあタたれだ味噌、うん、たれ、うん、そしてオーソドックスな和がらし、うん、これがついてます、うん、あここすごいですよ味噌たれのところにね今、えー、BABA さんから指摘があったんですけど <laughs> よく絞り出してですからねよく絞り出してお使いくださいと書いてありますさあ続いてがサークル系サンクスさんですこれね私ちょっとここはポイント高いんですサークル系サンクスさんゆずこしょうがついてるんですよこれレジでカゴをポンと出されていろいろあるんでお好きなものをっていうふうに言われましたんで あそれで 4, 4種類、4種類、全部ってことですよ。実は、えーうん、このサークル系サンクスさんなんですけど、4種類あるんです、これがご覧ください、国産味噌100%使用のおでん味噌それからこれですよ、これ、衝撃でした、梅味噌梅味噌ですよ、6グラムっていうのが一番大きく書いてあるような気がしますけど。<laughs> ああなるほどね、シックスジェネレーションあとどれぐらい経つとシックスジェネレーションになんでしょう <laughs>、今、b a b a b さんの国にですね、ちょっと今、心動かされて答えてしまいましたが、次がこの和がらしですね、これはオーソドックスなものですが、各社、こういうふうにおでんの具や、それからだし汁のみならず。 こんなものをすべてですね工夫されながら私たちのこの冬の寒さを乗り越えていく力を与えていただくということになっております。さあそれではですね今日はこのあとさ今ですねカメラカメラをちょっとはい幹事はですねカメラを持ちながらオペレーションまでしてるとですね非常につなわたりな 配信を行っておりますえ、まあ、基本的には毎回こんな風な感じのですね、うん、え危うい感じなんですけども、ねえー、さあ、えー、それではいよいよ食べ比べに、えー、入っていきたいと思うんですが、えー、今回実はですねこれをこの番組企画するにあたって、えー、こんなのをですね、えー、考えてみたんですね、うん、はい、えー、それでは行きますよいいですか<し>じゃん あ、ちょっとこれダメじゃないですか<え>ダメじゃないですかこれダメじゃないですか <laughs> ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って今今放送事故じゃないですからね、えー、プチ事故ですはい <laughs>、これです、えー、これ実はですねおでんの具ランキングというのがありますお,お,おでんの具ランキングなるほどね、えー、ご覧いただけますでしょうか、えー、20位からいきますイカマキ豆腐ウインナー やえあ鶏団子か焼き団子かと思いましたけどそれはもうあ,のあれですよね木曜日の佐藤さんのコーナーにねみたらし団子とかねトマト大福とかねモンブランとかそういうのを任せてして和菓子まで出てくるようになってもうスイーツというのはねえ和から洋からそれから中から缶からねそれから陰から。 すべ、うん、てを含んで和がらしあ、ちあっ、ゃう、和がらしじゃない、あのスイーツということになります、えー、そして、糸こんにゃく、つみれ、がんもどき、しらたき、昆布、牛すじ、じゃがいも、ごぼう巻き、餅、うん、入り巾着、これ、いいですよね、うん、歯にくっつくんですよね、餅入り巾着ね、うん、くっついちゃいます、餅入り巾着ね、うん、あチちくわぶがないっていう、今 BA、BABA さんからの指しですて、うん、クワブあの歯ごた、ちくわぶ、歯えのない、あのちくわぶね、こ、うん、にゃっ,っていうね、そう。 えー、次厚揚げ、はんぺん、こんにゃく、ちくわが第3位ですはいはいはいで私、このランキング見させていただいてこれ、実はあの気分さんが取られたランキングだということなんですけど、うん、一番嬉しかったのが大根、あ、ゃあ大根、<laughs> どんな読み方、大根が1位だった<う>これは嬉しいですね。 おでんの定番といえば大根です。まあそうですね。ね。うん、今のね、若い子に聞くと、おでんの定番何って言うと、ウィンナーとか。ああ。まああと、爆弾とかも、ね、そうそう、爆弾とかね。うんうん、そんなのばっかり言うんです。違うんです。うん、おでんの、もともと一番ね、手間のかかるのは、もしかすると大根かもしれないですね。まあそうですね。麺取りから始まって。うんうん 酢、うん、取りをしっかりしないかな、うん、大根はしないか酢とりをしないですね、うんえー、面取りやって段取り取って、えー、それから最後はせ取りの口に入るすごくつまらなくて申し訳ございません <laughs>、えー、この大根ですね、えー、これが1位だったことが私今回のですねこの番組を作るにあたって調査して,て一番嬉しかったことですほ<う>、ね、なるほどさあ、えー、それではいよいよですね実食コーナーと。 いうことになると思うんですが、うん、えー、ここからはですねちょっと今、えー、切り替えをしてえー、次のカメラでお届けしたいと思いますので、うんえー、その間に、えー、ちょっと佐藤さんの方に、えー、司会の方をお任せしたいあ司会司会佐藤さんなんだ、えーえー、話の方をお任せしたいと思いますはい、えー、ありがとうございますえー、っとですね まあ、そんなこんなのですね、ところではありますが、これよりですね、その実食コーナーといってもですね、時間の方がですね、もう30分の配信で、もう20分経過しているというですね、何とも言えないところはありますね。早速え行ってみたいと思います。実際にですね、今カメラ切り替わったところで、それぞれのですね、店舗のおでんの具をですね、実際に食べていただこうということでですね、進めてまいりたいと思います。じゃあまずは、3位の、はい。 具とといいううこででよろしいでしょうかねじゃあ3位の具、はい、えまずどっこのお店のやつが来ますかねはい、えー、じゃあそしたら先ほどのそのだし汁の順番のに沿ってですね、はい、サークル営さんからのえですねサークル営さんえっ行ってみたいと思いますサークル営さんはい、えー、では行ってまいりたいと思いますあ,あ出てきました出てきました、うん、さあ、えー、サークル系サンクスさんのおでんです、えー、じゃあカメラをですねちょっとこう寄っていただけるように。 えー、マイクはちょっとあれかな、置いてもらったほうがいいかな、大丈,大丈夫ですか、えー、そこは、なんとでも、えー、そしたら、馬、え、場、ー、さん、<る>そこの、えー、VR3 の1番のボタンを押していただけますか <laughs> すごいです、観客をオペレーションに使う番組そ<の>、<laughs> その1番です、そうです、出ました、えーね、すごいですね、これ、これ、サークル系、サンクスさん、そうですね、はい、はい、それでは、これやると、行儀悪いって言われるんだな。うん え今日は顔が映っていませんなぜかというと主役がおでんだからです佐藤先生もうちょっと下に下げていただけるとこのこのほらご覧あ汁垂れた <laughs> ご覧くださいこのおでんはいほらえー、第3位のちくわからいきます <laughs> あの。 どういう絵ですか、それははい、では、えー、食レポをお願いいたします歯応えと、それからこの染み込んだ出汁はいこれは多分ですね、サクルケ・サンクスさんは、かなり汁にこだわってられて、うんえー、3種類ですね、煮干し、うん、それからカレー節、えー、それ鰹らか節と、うんえー、それからあともう一つ、なんでしたっけ <laughs> <laughs>、えー、3種類入ってます、きっとこれ。はい、えー ものすごくね味わい深いちくわですうん、はい、この歯ごたえが残ってるちくわってのご存じほら虫歯がないでしょ血がついてませんから、ね、あそこですか、はい、いやそれはりんごかじった場合ですよねうん <laughs> おいしい <laughs>、うんね、すごくおいしいですね <laughs> はい、えー、それじゃあ次のうんではえー、とー同じくですね、えー、ちくわの具をですね今度は、えー、ファミマさんで ファミリーーマトさんてたいいいと思まますは出きアシスタントの手が映ってますけど大福なんかいけたんいけるとさっきですね実はサークル傑作の中で映ってたんですがこんにゃくとちくわとがんもとあれが実はちびたのおでんといって今年一押し去年からも出てるんですがサークル傑作の一押しだったんですがこちら、ファミリーマートさんこれなんです、今日 お店にお電話して、うんえー、何が一押しかと言われたらこれだったんです、うん、これ牛,バラ,、うん、牛バラ巻き串牛バラ巻き串ですからね。うんうんうん これ後でまたいただくこととしてさあそれじゃあ、鰹あのだしのよく染み込んだちくわこれ、ちょっと形がですね普通よりももっとこううなんていの硬めっていうかなしっかりしてます、箸でつかんだ感じ弾力がすすごいであのちなみにソーシャルストリームからいろいろご要望が来ておりますまず、大丈夫です、その路線です、ぶぶやさんからダチョウ倶楽部やってていうのとあと某コアラさんからおいしい禁止。 これはですね味わい深いは <laughs> はい、はい母に抱かれている感じのちくわわかりますか<ー>優しさとそれから、うんえー、ぬくもりがすべ、うん、て含まれたちくわとおお<ー>、うん、なるほどもう一口いただきますどうぞ、えー、食べてる口がですね全く写ってないです佐藤さんいやだってアップ の微妙な絵になっていましたねカメラ抜きがちょっとね今一つでしたねあのー、あ<ー>うんちょっとねあの味としては甘めの出汁汁かと思いますね あのー、明日あたり、多分店舗にひげのおでんっていう風に言われると思いますんでいやいや、それは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 、<えっ S 2> さあ、次です、えー、これは、はい、続いて3店舗目はえセ、セブンイレブブンセンイレブン、さんで今日セブンイレブンさんにお伺いしました、セブンイレブンさんは、具の方としては、そんなに毎年変わって、あの特に新しいものを投入してないけども、それぞれの具材について、いろいろ工夫を凝らるはる、はい、去年までこのつみでアジだったそうです。はいお なるほどでも今年は、鶴瓶です、あっ、あの、う一応ですね、ソーシャルストリーム、ギスさんはかなり受けてるっぽいですので、頑張ってください、サンマです、ついでに言うと、多分違うところで受けてると思いますので、はいさあ、それでは30秒のタイムラグを感じながら、次のちくわ行きたいと思います。はい わ、うん、かりますか、これもかなり歯応えがしっかりしてます、それで<う>思いのほか、すべてのおでんに共通してるんですけど、うん、やっぱり健康志向なのか、<う>塩分があまり感じられない<う>塩辛さがないんですけど、味がしっかり染み込んでいます。なるほどですね、ええ え、ちょっと時間がない、で先行きます。え、はい、それでは、次、続いていきましょう。え、これが、今日、最後のちくわになります。はい、四店舗目はですね。えっと、ローソン。そうですね。あつこちゃん、くるあつこちゃんのローソンですね。はいはい、秘密のあつこちゃんですか。え、ローソンさんは、今年の、一押しは、これです。 ハンバーグすごいっすね <laughs> あのね僕丸ごと入ってると思いません、ね、いや私もあの取りに私取りに行ったんですけどハンバーグごろっと出てきて結構目手になりましたねいやあまさかねハンバーグが丸ごと入っているというのは <laughs>、うん、あのおでんの常識を覆すことをやっていただけるのがローソンさんとさあそれでは、えー、ちくわの方は果たしてどんなおでんの常識を覆してくれるんでしょうか、うん 今日はもういつもの、あの、ブーヤさんの逆襲のゴルゴというですね、<っ>書き込みがありましたが、本当にそうです。これはね、他の三社の、えー、コンビニさんのですね。ちくわとはちょっと違ってます。うん。あ、なんだろう。なんかね。そ,そう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 。 練り物の宝石箱やみたいなね、そういうことと違う、どんな食レポですか、それね <laughs>、えっと、味がですね、ちょっとあの出汁と合わさると、ちょっと独特な感じの、の僕らがこうく一口口に入れた瞬間の、そのえあれとはちょっと違う感じで、僕は味わうことができましたけど、これ、出汁のせいなのかな、ちょっとあのローソンさん、出しいただきます。あーなるほどこういういですね あち,ょち,ょちょまたそのリアクション芸人ですねあのー、あ分かりました、えー、とローソンさんは出汁がやっぱりね他の3社と違ってちょっと独特なんですねうん,うん、うんうん、あのー、ちょっと独特な出汁でしたねということで、えー、もう30分経ってしまいましたそうですね <laughs> えー、<ー>そうしますと、えー、この番組を完結するために、えー、と1位がですね、うんえー 大根なんですけどです、ね、あと2分だけお時間いただければ、ええ、え勝負してみようとえ勝負2分分だけ、えーええ、ちょっとお時間いただければ私勝負してみようと思いますはいそれじゃあ佐藤さんカメラあの全体的に引いていただければはい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 は、えーえーま、いは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 い あ、そういうことですねはい続いてセブン‐イレブンさんですかあ違うサーク桜木さんはいや柔らかいなローソンさんの大根うんうん <laughs> うんうんしっかりと魚の出汁が染み込んでますはいさあこれはセブン‐イレブンさんですかな、ね、ファミリーマートさんファミリーマートさんの大根、はい、いきます うん芯の方でねうんあの大根の風味がねしっかり残ってるんですほうほうほう芯でほうううん、うんえー、根性大根あーなんか度がついたのがなんかちょっと前に入りでしたね、えー、はいさあ最後行ってみたいと思いますが、えー、これがセブンイレブンさんですセブンイレブンさんはいセブンイレブンさんいきますうん、うん、これもうちょっと煮込んどいた方が良かったんだよな <laughs> お願いいたします大変おいしゅうございました。というオチを言いたかったということなんですね。はい了解今日もまた金曜日企画で先週はですね黒崎の活性化ということで黒崎ロードサイド FM を放送させていただいたんですが今日はですね冬のおでんこれを放送させていただきました。こんななにしてでですね自由感じ 放送していければというふうに思っていますのでぜひとも皆さんもこれからも「プラジュ TV」よろしくお願いします金曜日は「おめさんなじらねいいね新潟」というタイトルで新潟で活躍するさまざまな人の番組をお送りしたいと思っていますのでぜひとも「プラジュ TV」にご出演いただければと思いますそれでは皆さん来週までさようなら来週月曜日をお会いしましょう